6歳なんですよ。へえ、若い。若いんですよ。若いね。であんまり演歌しなかったんで、お父さん店長さんが私夫婦道歌ったらまさかここの店で夫婦道聴けると思えへんかったって。あそんなエピソードであります。何しようかな。あんまりね、今日ネタがあんましない。あのもう一回書き直さなかったらね。だから見上げてごらん夜の星を、坂本九さんで、で実は譜面をなくしたのでアンプリします。ああが間違えるかもしれませんが、さっき言うときます。いきます。見上げてごらん26ちゃん、あ5月の26日にあの、はい、オファーいただいて、はい、ライブカフェ
ケーズさんに森口に入れることになっています、はいはいはい、でもうね6月も頼まれてんねんけどちょっとまだスケジュールわからんからちょっと待ってくださいって言ってて森口だからあまた4月20日やからめっちゃ新しくて綺麗かったです。そうでしょうね、おしゃれでしたよ。なんか、なんちゅうかな、なんていうの、なんか白と黒のなんかあの模様みたいな、なんていうのチェックっていうか、なんかわからんけど、なんかそんな感じ。ドラムもあるから、はあはあ、バンドも、あ、バンドも行ける、行けます、ね、で、カラオケもあるから、アイドルさんとかも行けるから、